Hi guys, I'm Nang Shurer. Shurer. はい、すいません。謝ればいいと思っております。今日はですね、旅費の編成を一つですね、旅費の編成いろんな編成あると思いますね。これ課金帯でかなり変わる。これ廃課金の方なんかはね、飛ばしでガンガンなんていうのがもちろんあると思いますね。これ貫突してる人と四突、そして無星。これ全く違う編成になってきますので、この大きく分けて3種類はあると思います。私4凸までしていて、飛翔が4。あとは何かありますかね。それくらいですか。飛翔が4ですか。飛翔が4で、合部が3ですね。はい。の状態で、やりますとですね、通常攻撃で、相手の先方ゲージをマイナス 5%、することができる。めちゃくちゃ端折っていました。50% の確率です。ただ、相手の攻撃力、攻撃が低い場合はですね、100% になる。プラス 50% されるので、100% ゲージは下がりますよ、というところ。これパッと誰でも思いつくのは、じゃあ攻撃部隊数増やせば増やすほど効果が高いじゃない。通常攻撃。ね、そんなもん高が知れてる。まあ、あとは気持ち程度にですね、攻撃速度を高めていけば、まあ、その回数も増えていくというとこですね。で、この、長領にですね、この、戦慄からの戦慄かなの。戦慄かなのが 25% の確率。まあ、4回に1回なんですけども、これも攻撃部隊数を増やせば増やすほど、上がっていく。だから4部隊とかにしていきますと、まあ、余計に増えていくという具合ですね。まあ、期待値1回になるわけですよ。4部隊にすれば期待値1回と、いうことになるんではないかなと、雑な計算をしておりますけど、その計算の仕方は良くないんだよな、確かな。あの、パチンコの期待値論とかでもそうですけど、足し算じゃないんですよね。1回1回が 25% なんですよね。はい。そういうことですね。まあ、あの、試行回数を増やせば、試行回数というか、回数を増やせば確率が増えるのは、まあ、当たり前のことなんで。これで私が組んでみた編成がですね、極級を3にすることによってプラス1。あともう一つ、飛翔でも増えるんですよね。飛翔を4にすることによって、通常攻撃、プラス1。これによって、もう、3部隊攻撃は確定ですね。対象プラス2部隊は確定。でございます。三部隊攻撃です。そして武器。武器、こちらも、まあ、必ず装備することになる課金武器ですね。これも 70% ですが、通常部隊数が1増える。こうすることによって、3たす 70% でプラス1。だから、まあまあ、4部隊行くという感じですね。まあ、メールで取っといてあって、たりしますけども、これなんかそうですね、このもうちょい下のところ、交易所叩いて、交易所に700損害、ランク B 拠点歩兵が1、2、3体ですね。これ同時に1、2、3、4、4箇所攻撃を成功させております。旅費ですね。そして拠点歩兵は先方遅延、それでも一人行ってないですね。先方遅延一人かかってないっていう状態ですね。なんと B 拠点歩兵、旅費3200の攻撃より強かったという感じですね。次の攻撃ではかかってますね。ということで、人でちょっとやってみようと思ってご協力をお願いしております。こちらの方ですね。まあ、総合力とか戦力こんな感じで、結構低めですね。で、これ、中途用編成なんで、数字以上に強いと思います。こちらより先打ちしますし、はい。ということでやってみましょう。あと、こちらの編成ですね。もうちょい細かく言うと、自重は両党ですね。両党は一応カンストしました。はい。投稿がついてます。で、対指示と、
長領が副将、装備はこんな感じ。そして、孫将校をこれはですね、まあ、つけています。孫将校じゃなくてもいいと思うんですけど、全然。はい。で、こちらは対部隊編成で、大仏盛るときは、ここにですね、候補数ですね。候補数乗せると、まあ、武器変えたりなんかすれば、工場5まではすぐ行くんで、その方が対物体は強いかなと思います。まあ、そんなに、対物値が変わるぐらいで、大きな差ではないとは思いますが。では行ってみましょう。どうなるかどうか。知略の攻防はお任せを。知略の攻防はお任せを。なるほどなるほど。どんな感じでしょう。見た目は全然わからん。うん、はい、こんな感じ。1、2、3、吹いていく。おっと、両方早いな、出すの。止まってるんだね、多分他の2人が。なるほど。あらららら、全部やっつけたね。やっつけちゃったなこれ。はい、下がります。ああ、飛ばした。飛ばすなよ、飛ばすなよ。また戻ってきてもらわないと。はい、それでは呂布どんな活躍をしたか。4撃破してるな。なかなか活躍しましたね。まずですね、城攻撃入って、プレイヤー都市関寧超運、もう一部隊が出ませんでしたね。三部隊になりました。はい。で、先方遅延と戦慄、うまくいきましたね、これはね。もうこれで関寧は先方を先に出さないかもしれない。はい。で、弱化は別に入ってないと思うけど、弱化解除も入った。で、最初にですね、堅固と弱化無効。これは老練が入ってるからですね。有利攻守が入ってますので、あと、剣豪あれか。戦費ですね。で、核から地力耐性もらう。で、剣豪が入ってるおかげで、攻撃が当たりません。まあ、これも強い人の攻撃って言ったらもちろん当たるんですけど、この4部隊攻撃弾いてます。そして、次の攻撃が、都市、関寧、関心、超運、4部隊ですね。これで先方遅延を、三部隊、敵三部隊に成功させているという感じですね。だからこれ、駐屯の方が一部隊増える分、まあ、そのまま駐屯に入っても使えるというのが呂布でございますね。はい。攻防両方使える、呂布は。だから、攻城戦に非常に向いてますね。要所駐屯もすぐ入って活躍できますし。で、相変わらず剣豪は効いているので、攻撃は効きません。で、まだ攻撃してますね。3回目の攻撃。ちなみに、太子寺とかで若干攻撃速度が上がってるので、攻撃回数増えるかどうかまではわかんないですけど。はい。で、また戦慄入ってる、関連に。関連先方打てないよ。で、攻撃食らいません。これいいですね。いいタンク役になってますね。これは。うん。これ、呂布タンクは結構、ありだとね、思いますね。ステータス上げるの大変ですけどね。まあでも有利攻守とか、低砲でつければ、まあ、まあまあまあ、結構硬くはなると思いますね。で、もう一回通常攻撃入って、先方遅延、先方遅延、必ず入っていきますね。で、芝居隊、強化ダッシュ、入れてきた。なんか取られたかな、これで。で、呂布医、強化反転発生。で、各、分断。結構撃たれたな。で、長領先方。攻撃速度がこれで増えなくなってしまった。強化反転により。うわぁ。地味にこういうの効きますね。ただ、回収力変化と、超飛超運、超飛超運。萎縮と戦慄。発生していく。
ん、でも結局攻撃速度変化は発生してるな。何かで上がってはいるのか。この謎がよくわかんない。後で長量の見てみないとわかんないですね。で、戦法力アップが発生。で、都市に1400、プレイヤー3000、2800。で、超運を撃破。で、旅夫が戦法、気迫が発生。気迫、効いてると思います、多分。で、強化解除を3部隊。で、攻撃変化して、戦法威力も発生して、会心変化とかもこれは、全部アイテムですね。はい。会心変化、発生変化、アイテムですね。射頭級だと思いますね。で、プレイヤー都市4000、超飛、芝居、呂不韋を倒すという感じですね。これで、あれか、4部隊撃破か。はい。といった感じでした。タンクにはなってる感じですね。もう一回ちょっと気迫の効果とか。気迫とは、自部隊より攻撃力の、攻撃の低い部隊への余ダメージを効果分上昇なので。まあ、ジャイアンにはいいですね。本当はだから、配下金向け、両夫は。こう見ると。あとはですね、有利攻守はこれですね。定法のこれ。光戦時にかかるやつ。はい。はい。で、攻撃速度が後から増えたのは、アイテムのこの双眼鏡ですね。疾風五飛行で、15% 増えてますと。対象が弓兵の場合、効果量が2倍なので、30% になってるのかな？弓兵扱いになってると思いますけど。そんな感じで、透かしてもまあ、これがついたという感じですね。まあ、プラス 30% されてればいいなとは思いますけども。で、戦法威力アップはこれですね。まあ、ちょっとだけですけどね。シックの地図。まあ、踏まえてもう一回当たってみましょうか。今度はこっち、超運抜いたらどうか。そういうナメプをしてみたらどうかというところで、やってみようかなと思います。超運抜いて、呂布、張飛、と、加工トン、で、孫作、で、核ですね。はい。これでどうなるか、出陣。知力の攻防はお任せを。さあ、どうでしょう。おお、芝居がめっちゃ早い。なんか、呂布が戦闘開始が見れなかったんだけど、もう開始してんでしょうね、最初から。まあ多分編集時に見たら出てるなんてことはね、よくあることですけど。あ、いいですね。あららら、ら結構削れてるぞ。ちょっとちょ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 、もう勝ってる、もう勝ってる、もう勝ってる。危ない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 、ロサン寸止め。危ない危ない。さあ見ましょう。今回は2部隊撃破でしたね。このね、メール絞り込みできる機能すごい、ウエさんすごいね、最近スマッシュヒットだね、これはね。はい、相変わらずですね。叩いて、叩いてる途中に芝居が入ってきてんだけど、強化ダッシュ。なんだこれ？何これ？まあいいか。都市、超飛、超運。3つ攻撃ですね。超飛に戦慄まで入ってる。あとは戦法遅延、戦法遅延。で、攻撃効きません。あと、呂布が攻撃。都市、超運、関心、関念。4箇所行きまして、舞台は遅延、遅延、遅延、遅延。うん、もう、攻撃低い部隊には確実に遅延入るんで、確実に遅らせていく。で、なんだこれは。なんだこれは、これ。めちゃくちゃ殴ってくるんだけど。この人たちは。
全部剣語で弾くと。でもこれ剣語聞いてなかったら、これフルボッコでやられますね。一気にね。怖いな。防御力はちょっと意識して、なんか上げるような感じにしとかないと。はい、次の攻撃。都市、長雲関心。戦慄もかかってる、長雲。長雲に戦慄かかったらもう、絶望的っすね。だって先方を打ってからじゃないと長雲ってそんなに強くないですからね。そんなにっていうか、打ってからが強いのが長雲ですからね。打たせないっていうのが一番いいんですもんね。で、芝居が先に先方を打ってきて、相性変化ですね。相性変化、攻撃、知力、大物速攻。まあ、もろもろ下げてきましたね。呂布対、先方短縮、先方短縮なんかなんかあったんだ。はあ。で、まだ、先方出ません。で、長雲対に戦慄。先方チェーンがついに出せなくなりました。攻撃下げられたせいで。結構大きい。そんな中、長領が先方、攻撃変化、速度、回心変化、で、萎縮、戦慄という感じですね。多分戦慄、もう一部隊どっかにかけられたけど、攻撃変化で、まだこれでも少なかったんですかね、どっかね。相手より高ければもう確定なんだけども、それかもう相手がいなかったか。で、攻撃変化2つ。はい。はいはい。で、都市2500、4000、5000、超音関連。で、呂布先方気迫、強化解除3部隊。攻撃変化、先方威力変化、大物特攻、回心変化をかけて、都市に4000。で、長雲に89しか当たんないのかよ、あいつ。関内に2万、長飛に2万。当ててくな、これ。すごいな。この差がすごいな。まあ、極級入ってるから、関内には当たるんですよ。長飛になんでこんな当たったんだろう。なんかデバフが入ったのか、長飛に。長雲硬すぎる。で、強化延長入って、関内に強化解除を食らう。大物特攻変化を食らう。そんな感じで終わっていくと。いった感じですね。はい。まあ、私の中では結構これは自己満足。手応えはあるかなと思ってますね。まあ、必ずプラスにはなっていくんじゃないかと思います。ただ、飛ばしまくって、どうこうっていう編成ではないんで、飛ばしまくるんだったら、もっと先方速度を上げて、ですね、4突じゃ多分、足りないですね。やっぱ貫突して、でもこの150のタイムストックをつけたからとてなんですよね。まだそれでも、足りないかもしれないんで、はい。超みたいにダメージが2倍とかいうことはないんでね。攻撃高いとか、いうことにしても、大物に対しては攻撃高いとかいう、そういう判定もないですし、だから、気迫ってのは対部隊なんですよね。あくまで。超運の、流害みたいな、効果とはちょっと違うんで、やっぱ超運が強いんですよ。弱化が発生してない時強いみたいな、の方が強いという感じですね。はい。で、飛ばすんだったら本当単純に攻撃のステータスを上げて、先方速度を上げないと、かなとは思いましたね。なので、美課金以下の、僕らはですね、こうやってですね、相手の先方速度を下げたりするのは確実にできるんで、確実にというか、何割かの確率でできるんで、ちゃんと。ね、何部隊、3部隊、4部隊攻撃とかいうのもできると思いますんで、それでやっていった方がいいかなと思いますね。
まあ楽しいか楽しくないかにもよりますけど、まあ、飛ばしに関しては結構なんだかんだ遅いから厳しいんじゃないかと僕は両方見てますけど、はい、どうでしょうか。というところで最後までありがとうございます。またよろしくお願いいたします。またんごは。